して黒騎士君、思ったほどのけぞらないの忘れていたよ。まあ、そもそも相手ら強いもんな。前だったここが今のさ、今のなんていうんだ、拠点だよね。なんか怖い、なんか赤い。ちょっと待って、先に外行こう、外。まずは外堀を埋めよう。でもなんかこの辺もきっと黒騎士君がうろついてんじゃねえかな。あ、いたわー。そんなこと言ってた、本当に。おーおー、かっこいいね。この突進になれないな。おー、スタミナすごい。あ、待って、落ちるよ。お別があっても落ちたら意味ないよ。おい、いた。痛いな。ガト中。この最初のドドドドドがちょっと、しんどいね。ローリングからの L1 は当てやすい。あ、スズメバチだ。スズメバチ今更？バックスターとかが強くなるやつじゃないっけ、スズメバチって。あ、ほら、致命攻撃だよね。はい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 。致命マン御用達の指輪だよね。こっちは登れなくて、もう真ん中行くしかないのか、これ。意外とそんなに。あ、でもこっちまだ一応ギリ行ける？あ、行けるね。あ、なんかアイテムあるけど、絶対その前に黒騎士とかいるでしょ。これ結婚。おぉ、ガションガション言うとるよ。ガションガション言うとるよ。ん？中か、これ。あ、これ普通に行けた。ほんと。おぉ！怖っ！え、待って、どっから来てたお前。待って、ぐるん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 、全然攻撃してくんないね、君。はい、ケツを取るー。はい、よいしょ。使いこなせてないよ、使いこなせてないよ、使いこなせてないよ。お前マジか。ちょっとクソ、膠着からのあれがお粗末ですね。ふう、ビクビクビクンって死んだ。ああ、で、これは？ああ、ここはこっちからは開かないですよ、系か。混沌の刃はなんかあれかな？刀かな？一応見るか。ふーん。いやい。まあ、強いのかな？わからん。あんま刀系。昔は物干し竿とか使ってたけどね。しかし、かっこいい武器なのに俺が使いこなせなくて申し訳ないな。考えたらL2 のやつ使ってないからそれ使わなあかんかもしれんな。ああ、こんな技使ってたね。これが強いんかな、もしかして。これが中武器パワーなのかな。そうでなかったらただの大剣をブンブン振り回してる危ない人になるのかな。まあ、とにもかくにもこっちに行ってみましょうね。ああ、やっぱそうなんだね。ここじゃんって感じだけど。でもまあ当然俺の拠点としてる場所とちょっといろいろ違うんだろうな。ここになんならまたボスがいるんだろうか。一応隅々まで見る。うん、こっちの道も一緒だね。そうやかな、こんな道あったな、初期のところも。これは？あ、開けられない。そもそもなんか開けるモーションができない。じゃあもう真ん中に行けっちゅうわけやな。あ、この上行ってる人いる。ん？どうやって行ったんだろう。俺はあえて、こっから行くぜ。す。いて、高さダメージが。本来だったらかがり火があるところになんかアイテムがあるけど。ここは一体何なんだろう。何が違うんだろう。あ、螺旋剣のかけら、破片？これあれじゃないの？かがり火に刺さってる剣じゃない？最後に休憩したかがり火か。ああ、はいはいはい。あ、何度でもって書いてる。何これ？めちゃめちゃ便利じゃん。もはや役目を終えたかがり火の名残。かがり火と共にあった螺旋剣の破片。最後に休憩したかがり火か。なんて読むんだっけ？のかがり火戻り。使用しても失われない。すげえ。かがり火はお互い分かち難くつながっており、たとえ役目を終えたかけらであっても、そのつながりはずっと残るのであろう。え、クソ便利アイテム、今更ゲットしたんだけど。こんなんもっと最初に欲しかったな。最初にというか、途中にというか。あれ、おばあちゃん、あなたはいるの？
Well, fancy that. そう、そうね。金もならぬのに。Well, thou shouldst my purpose know. ほう。What can this old handmaid provide? あなたのそれは一緒なんだね。ちょっと違う。狼騎士の鎧。あれ、こんなんだったっけ、この人のラインナップ。なんか違う。ラインナップ違うぞ、これ。狼騎士ってこれ、アルトリウスじゃね？深淵の闇に、あ、俺ほら、騎士の兜って書いてる。ほわー。アルトリさんのだ。え、欲しいな、これ。ファンとしては欲しいですね、この、狼シリーズ。頭と鎧は変えるわ。ばあさんは変わらないんだな。ああ、で、鍛冶屋さんいなくなってるし。鍛冶屋の金槌。金床？金槌。みんなどこに？というか何なんだ、このエリアは。この辺もなんかキャラいた気がするね。亡者の位牌。あ、位牌ってなんだっけ、これ。とりあえず、これで、狼シーズゲット。じゃあ考えたら、機関のコッペンとかあったから、なんか、まあでもあって便利か。お、マジか。おー。サンキュー。ひもり目の瞳。あ、これ鍵アイテムだ。瞳なきひもり目に見るべきでないものを見せるという。ガチで目ん玉なの？一対の瞳。最初のひもり目の瞳であると言われる。後にすべてのひもり目が失う光そのもの。それは瞳なきひもり目に見るべきでないものを見せるという。どういうこと？なんかエッチなもの見せちゃうんですか？ゲヘヘみたいな。ほら、俺のこの総体験を見ろよ、ボロンみたいな。キャー、見えちゃったみたいな。ゲヘヘヘヘヘ。それではこれをどっかで使うのかな？なんだろう、じゃあ一回戻ってカボタンにこの目を見せろっていうことなのかな。あの、いるじゃん。自分の陣営というか、あの、拠点のところに。あの子に今のやつを見せるとなんか反応があるのかしら。ぱっと見もう探索できる場所ないもんな。早速これ使ってみるか。使用するだけで拠点に。あー、ボタン。この話は得意ね。あ、あった。カボタンの目を渡すってある。これでいいんかな。これでいいんだっけ。カボタンってこの人しかいなかったっけ。まあいいや、とりあえず渡してみるか。じゃあ、はい、イエス。これは本当は渡さない方がいいのかもしれないけど。瞳を閉じて。ありがとうございます。なんだ、ファイアキーパー。ほう。これは禁忌です。私にかすかな光を与え、恐ろしい裏切りを見せるのです。火の消えた世界を。あなたはそれをお望みでしょうか。え、何この選択肢、何この選択肢。火の消えた世界を望む。うーん、うーん、なんかよくわからんけど、なんかここは上の選択肢の方が面白そうだから、あえて上にする。わかりました。私はあなたのカボタン、あなたの望みに従いましょう。そしてこのことは固く秘密にしておきましょう。誰にも知らせはいけません。なんかエッチですね。いつかあなたが全てを裏切るその時まで。なんか皆殺しエンデみたいな話になってきた。瞳の見せる火の消えた世界は永遠に続く暗闇ですけれど、それは瞳のない私たちのそれとは異なり、どこかずっと先に小さな火たちがあるように思えるのです。それはまるで王たちの紡いだ火の証、残り火のように。だからこそ私はその暗闇に惹かれるのでしょうか。やっぱりダークネス、トラブルダークネス、俺も好きだしな。ああ、そういうこと。それで私は元通りのカボタン。ああ、だからここで今の選択肢を変えることも一応できるよってことだね。
そんなことはしないさ。まあ火の消えた世界っていうのが実際よく分かってないけどな。ガハハ。さあんってなるとここも終わりか。なんかもう一個あるっぽいんだよな、俺が言ってないところ。古竜への道ってジェスチャーなのかよ。全然そんなの分からんかったんだけど。確かにこんな姿してた人がやってた、あの持ってた。ほげー、どうもこれが俺の行ってないエリアで行くために大事らしい。こんなの分かるの？誰が気づくのよ、攻略なしで。ここか？これかな？わからん。流体石があったとこって言ったけど全然わからん。こんな感じ？出てすぐって言ったからここじゃない。なんか一定時間待たなきゃいけないらしいんだよな。ここじゃなかった。ここか。あそこに行けるってことかな。いやもうちょっともう全然分かんなかったわ。こんなん用納品とできた人おるな。擬態が有効、つまりジェスチャー、これですね。でここでこの古竜への道をやるとポン。あでもなんかムービーになるっぽいし、なんか面白い格好した方がいいかな。じゃあこれで。完全にやべえやつなんだけど、ベロ垂れてますよ。ああやっぱあそこのことなんだよな。あなんだふわー、あなんか連れてってくれるみたいな、なんかあのカラスが来てくれてとかじゃないんだ。はっ、気がついたらこんなところに。っていうか考えたら下半身外したけど、普通になんかふんどしとかそういう系のやつつけた方がもっとエッチだったな。とりあえずお着替えしよう。頭のせいで HP 食らったまんまだけど、まあとりあえずこれでいくか。どうやって移動したんだろうね、ここに。なんか不思議な力でふわふわパワーでいったんかな。寝てる間に移動したみたいな。寝落ちてる間になんか誰かに連れてきてもらったんかな。すげえところ、ここに古竜がいるってことなのかな。力尽きた戦士のソウル。おおほー、でかっ。そうだよね、多分あの遠くから見えてたあのでっかいなんかところで。太陽すごい、太陽万歳。おおでっけー。おお待って、なんか古竜じゃないのがいきなり来たんだけど、やめてよー。あーあーなんか続々と、続々するやつ。やめろよ、急にランプしてくんな。全然古竜じゃないのが来るじゃん。せめてなんか竜化した敵出てこいよ。それかあれの竜関係の人なのかもしれんけど。雷の奇跡、竜っぽい。おおすげえ。わあここから落下死しそう。おほー、この景色はなかなか迫力があるな。サムネ候補ですね、これ。サムネ候補って言ったけど、ミミックの絵面の方が強かったかもしれん。で、アイテムが用を作る。あーこの野郎、騙しやがったな。あ、待って、急になんか、竜と思ったら竜じゃないね。あ、でも竜なのかな、あいつら。入ってきてるもんね。あ、あれで隠してるから、むしろ竜なのか、あれ。竜人の人たち？ちょっと近づくのが面倒くせえの。おーい、よく見たらこれないじゃんか。
あーショートカットか。これで縦でちょっと防ぎつつ近づいていくか。こいつら自体はそんな強くないから、とりあえず、あーよく見たい。うわー後ろにダブー、しまった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 。ちょっとフロムの罠にいい感じに引っかかる。まずいですよ。ほいよいしょ。ダダお前らはこれで2発よ。ゴリ押しの前では何人たりとも勝つことはかなわん。おしとー、おおし、おお、もう一歩来た。はい、ドーン、ドーン。振りかぶりすぎましたね。大きく振りかぶっていいのは野球少年だけよ。うい、よいしょ。まあ、ここも言うて、あれなんかな。もう、DLC をクリアした僕には、お茶の子再々ステージかな。消化試合、消化試合。まあ、ですもしませんね、これはね。そうですね、って。ドッ。だけど、リピート。休みたいけど、多分あいつらがまた復活しちゃうので、とりあえずもうちょっと探索だな。まだエスト瓶10個もあるし、余裕でしょう。さあ、ここはよく、そんななんか、塊。この上はなんだ、なんだろう、とりあえず、てなんだろう、ここお城なのかね、そもそも。いたー、できたー。めっちゃステルスメイクさ、君のことなんか変にディスってたけど、やっぱり竜の何かっぽいな。でっかい。おいしょー、おいしょー、おいしょー。強っ。のけぞるねー、でかいやつも。やっぱあれだけだわ。黒騎士くんだけがちょっと強かったわ。ん？なんかゴーン言うた。この先に一体何が？いきなりボスかな。かがり火近いしな。あそこにベルか。ああ、なんだろうこれ。この祀ってるこの像の人が怖い。あ、待って、なんかいきなり出てきた。まあそうですよね。古竜の、おお、飛竜。いにしえの飛竜。飛竜でか。あ、ちょっと待って。おお、熱い。わあ、ちょっと待って、ちょっと待って。近い。どっしりされた。おお、ドアッ、一瞬防げたと思ったのに。大体炎って多段ヒットがあるからな。こいつは、おお、リンゴ、誰が鳴らしたの。これ鳴らしたから来たんじゃない、この子。おお、やっ、もう中熱い。落ちちゃうよ。これ鳴らせ、かけないわ。熱い、アウチ。おべつサンキュー、さよなら。落とされちゃ無理だよ。